BMT カナーシー線は、ニューヨーク市地下鉄の B リビジョンの路線で、終端駅のある、ブルックリンクのネイバーフットから名付けられた。しばしば14丁目カナーシー線とも呼ばれる。終日 L 系統が運行されており、ニューヨーク市地下鉄の路線図等では、ライトスレートグレーのラインカラーで示されている。カナーシー線は、BMT イースタンィビジョンの一部で、 イースタンディストリクト線と呼ばれることもある。これは旧ブルックリン市にウィリアムズバーグ市が統合された際にウィリアムズバーグがブルックリンの東部地区であるとされたことにちなむ。ウィリアムズバーグはカナーシー線のブルックリン区内近く間の起点となった場所であり、カナーシーに至る線路が引かれたのは後年のことである。グランドストリート駅の近くにあった イースタンディストリクト高校は1996年に閉校されるまでこの歴史的な地名を保っていた。ありがとうございます。